松原谷氏の生きる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 シスコ、えー、こんばんは松原谷氏ですこの番組は生きるをテーマに私松原谷氏があなたに木と土と水と人と金をお届けする番組です。 ハッシュタグタニシ生きるツイッターの方でハッシュタグタニシ生きる」でどんどん、えー、リアルタイムツイートもお待ちしておりますあと YouTube の方でも同時に配信しておりますので、えー、そちらでもご覧くださいよろしくお願いしますこの番組は医療法人社団霊評会潮風メモリークリニックの提供でお送りします えー、あのー、久しぶり久しぶりでもないな、はい、実家に、えー、先週今週先週ちょっといましてですねお父ちゃんとお母ちゃんがいるんですけどもお父ちゃんお母ちゃんはい、はい、お父ちゃんとお母ちゃんがいるんですけど、はいえー、なんかねこのこ自分が子供だった頃には見えてなかったものがちょっと見えだしたなと思いましてえ何ですか 見え,て見えてなかったこと、ねはい、ちょっと見えだしまして、はい、なんかねまあそれはた分えー、あのまあな,なんて言うんですか,かあの心霊的なをかけてたりとか、はいえー、それがなんか土地の歴史のせいじゃないかとか言ったら土地の歴史を調べ出したりとか、はいえー、そうなったらその地域の民族資料館とか行っていろいろ民話田のなんか そこでの昔の文化だのを調べ出したりしてるのが、はい、うちの親父がやってることにすごい近づいてきてるのよね今あそうなんですか、まあ、あのうちの父親松原釈羊門は、はい、ああのお坊さんなってんで法名釈羊門になってますけど、はい、うちの親父釈羊門はもうなんかめちゃくちゃ調べもん好きやねあそうなんですねへえで 子どもの頃にその父親の話ってほとんど覚えてないんやんかなんか喋ってんねんけどまあまあまあはい、うん、なんか喋ってんねんけど全然覚えてなくて、うん、そのな,なんていうのかな今そのまあ僕は神戸市垂水区出身なんで垂水、はい、の,の文化とかね垂水、うん、区の古墳の話とか、はい、え質問すると もうスイッチ入って、もう止まらんくなんね。<laughs> なるんですよ。はい、はい、好きなんですね。ね好きなんですよ。はい、で、なんか図書館からコピーした地図持ってきたりとか。へ<ー>ええー。あと、その、このたるみ、たるみにはたるみ温度っていうのがあって、マイコにはマイコ温度っていう盆踊りがあってあ、そもそも盆踊りっていうのを広めたのは。ええー、一辺さんっていう人で、はい。 えー、踊り念仏の一辺承人という人が、うん、いて一辺さんがまあこのたるみマイ舞ンも来て明石も来たのかなで最終的に兵庫の方かなどっかにお寺があるかお墓があるかなんかいう話で一辺、はい、さんって言ったら僕去年、あのー、お遍路さん行っていいお遍路さんってっても2つしかお寺回ってないけど、はい、行ってあと別府大分別府の地獄巡り温泉あ行ってましたね。 うん、行ったりしてでそこで一辺、えー、ぺん商人っていうその温泉を開いたお坊さんがいるっていうのをここで見てで踊り念仏っていうのがあるのを知って、はい、ああこれやっぱ一辺さんっておもろいなと思って、うん、地獄と呼ばれてた別府をねあのー、もう温泉とか出る前もうただ、まま、ぐ地熱がすごいからプシューープシュー煙が出て出、はい、人が住めたようなところじゃないところを一辺んさんが何やったかななんか。 白のの謎のジジイに、ジジイだかなじゃあ千人みたいな人に、はい、なんかがあのなんかこのプシュプシュ言うてるとこに何かあの念仏じゃないわ、えー、なんか文字を書いたお経かぼ字じかなんかを書いて、はい、でそれをあのプシュプシュ言うてる岩の隙間を埋めろって言われてその通りにしたらそれがあなんていうのかなあのじ 湯気で暑すぎて生きていけない地域が収まって、はい、でちょっと出てる湯気で虫風呂が作られて、はいはい、でさらには温泉もあの作るようになって、えー、地獄と言われてると,ところが極楽になったっていうきっかけを作ったのが一辺さんっていうい一辺さんいいなって思ってたら,だからもう今年帰ったら、うん、いやもう毎子たるみも一辺さんお,お,るおったからみたいな言うて、えー、でまあ自分も。 辿ってきたストーリーやから興味あるわけよ。そうですよね。親父の話に、はい、で一辺さんの話ばーってしてきて、うん、最初面白いね。うん、でどんどんね、もうなんかもう NHK で一辺承認の特集やってた時のガイドブックみたいなのまでなんか <laughs> 出してきて、<laughs> すごいな資料がすごい。うん、で法然進乱一辺とはなんぞやみたいな本も出てきて、えー、もうなんか本がどんどん足されていって。はい 最終的にもう一辺抜け出してなんかもう分からない優しい結式っていう本まで優しい結式って何っていうところまで来てんだけど今そこに出てくるんですかいやもうここにはもう一辺さんとか出てこない出てこないもう今日概念の話までしてる哲学概念の話すごいなもうでんかこうはいあっいちちっちゃいちっちゃい字やのいっぱい線引いてあんのよほんとだすごい あこれだからほんまあのー、父親の影響というかまあ遺伝子みたいなのあんねやろなと思って、うん、でも小,小さい頃なんか多分ここまでは詳しくないやろうけどなんか似たようなことは言ってたはずやね親父がね、うん、父親ね、うん、でも多分全く興味ないから頭入ってなかったやっぱ、うんやかでこの仏教の話をしてる時に横にあのお母さんがいたのよ、はい で、なんか横になんか火事が一段落ついて一旦座ったんやろうな。で、横で羊門がもうずっと仏教は仏教がどうの方ので、はい有意識。有意識論とはとかなんかこう、はい、言い出して、もう5秒で立ち上がって首,首かしげて <laughs> <laughs>、もうやらんでいい2周目の火事を始めて。<laughs> <ー>でこれえ。 このななんやろな興味ないことにすぐに興味ないことを示す母親うん、うん、これも自分やなと思ってあーあーそうですか、うん、でもうちのお母ちゃんはあのー、ずっとジャンプ兄弟がジャンプ読んでてんけど、はい、でお母ちゃんも呼んで、えー「北斗の剣」だけで絶対読むね<ー>それしら読まんけど <laughs> でサスペンスも好きやねお母ちゃんあーはん、い、ドラマとかドラマでも、はい、ストーリーいらんねんて えどういういことですか最後に犯人が自供するとことかあそ,こそこがもうええねんそこだけでええんやん北斗の件もお前はもう死んでいるだけがみたいらしくてあ見せ場だけというかうん、うん、ええー、とこだけみたいなそう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 ああ,るなと思ってあそうか両親の血をでそれが理解したら理解できたらやっぱ両親を見る目がちょっと変わってくるのね 客観的に見るというか、はいうんならこれねあのー、思ってんけどえっとね父親はバーっともう喋んのよ難しいこと、うんうん、で母親はすぐに興味をなくして「わからんわはい、はい、<laughs> また、ま、始まった」みたいなこと言うてんのよ。<laughs> これ、あれあやなと思って サンゴミウル師匠の漫才やなってそこに繋がるんですかわかるかなわかるかな正直の師匠にほんねさんごみうる親子でねやってある娘さんとお父さんでやってあるずっとなんかあサンゴ師匠がなんかなんや、もう頭頑固なことずっと言うてで娘はもう何言ってんのあんたみたいなそうですねずっとまあまあわけやかなこと言うてろみたいな早口で言ってまね あるいは、えー、侍勇義恵勇朝じゃなくてね勇 <laughs>、はい、義恵師匠の漫才も勇、はい、ム師匠がなんかもう「はい、もうこうだ!こうだこうだ」って言ってで義恵さんはもう「はいはい」みたいなあまあそうですね「はいはい」で「カラスがか」はいはい「かは,いはいはい」みたいなんかそんなやりとりが、ね、あんま聞いてないというか聞いてないというか漫才で松竹系の漫才な <laughs> やなあ松竹系の漫才でこれがね、えー、何やろうな だでもだから成り立ってるような気がしたあーまあ2人ピア2人が同じ,同じ趣味があってこうなるんじゃなくてんこの何ていうのでこれがねあの有、ー、意識思想じゃなくて五、うん、行思想やなと思って<行>ちょっと有意識に関してはちょっと僕まだちゃんと分かってないんですけど、はい、人が意識するものでしか存在しないというなんか話らしいんですけどこれちょっとまだ分かってないんですけど五、はい、行思想っていうのは えー、木と土と、えー、水と火と,火と金で<あ>たら月火,火水木金銅、はい、の5五、はい、つ、うん、これがお互いこう重なり合ってというか、はい、成り立ってる重なり合ってというかこう関係し合って世界は動いてるみたいなやつでこれの これ今ちょっと要が入ってんねんけど <laughs> 創世と創国っていう2つの言葉があって、はいえー、あれね相川省の愛に生きる相追いのせい、はい、創世と相、はい、川省の愛に、えー、野村克也の勝手創国ね。ね <laughs> 創世はだからこのんやったかな木は土の養分をもらって育ってで土は 火、えー、に,によってマグマによって土ができるか。ああそうか。はい、あごめん、水か水水。水が染み込んで土、水の流れによって土が運ばれてできると。あはいはい、で、水は火の、えー、マグマによってなんちゃらかんちゃらみたいなのあんねんけど。の逆、これを1言葉、えっとね、木、土水、火、うん 金,金はゴンって思うらしいんだけど、はい、この木,木土,火あごめん木土水火金の順番でこうなってて、はいうん、円が描かれてて、うん、でそれを一言葉にして木が水に関係しているで水は金に関係しているで金は土に関係していて土は火に関係しているっていう一言葉にすると、うん、逆になるのよ。 えあ合ってるか順番というか巡る順番が,順番が逆になると逆と、はいうか1言飛しにするとえー、ちょっと待ってよ <laughs> <laughs> あちゃうわごめんなさいえ違うんですか 火が起きる火が生まれるで火からできる灰が土を肥やし、はいね、土から鉱物金が生まれ、うん、で鉱脈から水が湧き出るという関係性が創生、はい、でかたや相国とは相手を抑制する関係ね創生は相手を産み育てる関係あ、はいはい、逆に相国は相手を押さえつける関係、うん、でこれを一個飛ばしにするんすよねこの、うん、木火土金水を、はい、そしたら木が土に行くと。 土,はい、で土は水に行くっていう一言橋にしていくと、うんうん、木は土から養分を奪い取り吸収しで土は土手として水の氾濫を抑え水は火を消し火は金を溶かしで金属でできた刃物は木を切り倒すというね押さえつけてるそうそうそうこの押さえつけてる関係と生み育てる関係、はい、でこれをねこれをだからこうこすごいね、はい、これ木火土金水とするやろ、うんでこれ 一個飛ばしにすると、木が土に行くやろ。で、土が水に行くやろ。で、水が木に行くやろ。あ、なるほど。んで、えじゃ水が木に行くやろ。で、火が金に行って、金がお星になだね。できた。どうやった？星になった。こういう関係性が育み育てるのと、こう押さえつけるこのバランスが、 ああ、うちの両親なんだなと思います。あ、<laughs> 聞いてください。そう、え、人間椅子、相国の家。 <laughs> これって霊障ですか自己物件ですかはい。あなたの身の回りで起こった霊障かなと思う出来事それが自己物件かなと感じた出来事も紹介していきたいと思いますと。えー、じゃあひょうとうさんお願いしますはい読みます、えー、ルトンさんからいただきました、はい、谷ひょうとうさんシスコです、うん、うちの実家の猫が前からイエデンに乗るんですが 最近必ず七番を押すので、ちょっとちょっとって笑って下ろしてたんですが。七番。何の気なしに七番の登録検索したら。あ、登録してるのね。電報でした。電報。何を誰に彼女は打ちたいのか、うん、地味に怖い。これって霊障ですか。はい、猫又です。猫又。はい。霊障です。猫又。猫又です。猫又っていうのは何ですか。化け物です。あ。化け物。で、猫の鬼とかで病気と。は言いますけれども。はいうん 電報であなたの情報をあの誰かに飛ばそうとしてます。う気をつけてください。何を飛ばそうとしてたんだろう。誰かの情報を、ズトンさんの情報なのか、そうなのか。はい。ではいきます。あきこ奥さんからいただきました。実 実家の隣の一軒家なのですが引きこもりの男性が住んでいてご両親が亡くなられた後は一人暮らしだったのですが最近実家に行った時き麗な女の人が出入りしててあらあの引きこもりの男性に彼女ができたのかなと母に聞いてみましたそしたら母が引きこもりのお兄ちゃん亡くなったのご飯を喉に詰まらせて孤独しあの女の人はお姉さん遺品整理に来てるのよ 隣ののお兄さんは一人っっっ子だと思っていたたでびっくりしましま、うん、私が実家にいる間は見たことなかったし、うん、お姉さんなのにお兄ちゃんより若くて綺麗で年上とは思いませんでしたその午後灯油、うん、を運んでいると近所のおばちゃんが通りかかって、うん、久しぶりって声かけてくださったので立ち話していて私隣の〇〇さん残念でしたねお,お姉さんもたった一人の兄弟亡なくして寂しいでしょうねと言うと、うん、おばちゃんが えー、一人息子でしょうあっこちゃん忘れちゃったのこれって霊障ですか事故物件ですかええ,えどういうこと一人っ子えでもお姉さんはいないのというおばあちゃんの情報ではそうめっちゃいい話やん <laughs> 霊障です <laughs> これは事故、ね、物件ですで自己物件なら谷さんに紹介したいのですがちょっと知りたいなお姉さんはあの家を貸したり売ったりする気がないみたいなのでごめんなさいというお姉さんはいるの母の話ではえでも一人っ子でしょおばあちゃんの話何やこの話 <laughs> どうなんですかねおばあちゃんどっちかが勘違いしてるのか続編ちょっと送ってほしいですね、うん、あのもうちょっと詳細なその こっからは読まないでくださいって書いてたらあの、うん、放送では読みませんのでちょっと気になります <laughs> はい、はい、まだ行きますかね短いやついきはいえプメハナさんからいただきました、うん、先日占い師さんに私いい出会いありますかと聞いたところちょっと受け口で声と笑い声に特徴のある人に出会いますと言われ、はい、その日からもしかしてタニシさんってことが気になって気になって仕方ないのですが、うん、これって霊障ですか運命ですか 連勝です連勝、はい、何それ連勝恋のあ触り恋の触り恋の障害連勝ですじゃあ谷さんってことでいいんですかこれは、はい、いいんや僕にもう恋をしてますプメ <laughs> あれプメハマさんってプメハナさん,ナさん男性でしたっけ女性でしたっけどうなんですかね男性ちゃうかっっけっ女性やったっけ 分かまあ、まあまあ、濃いですこれは受け口で声と笑い声に特徴ある人、えー、それだけでそれだけで谷さんっていうのもあれですけどねでももう結び付けたのは舟花 <laughs> さんはもう谷氏に結び付けてるからもうこれ連勝です、うん、連勝あなたを一定期間あなたの生活を縛ることになります、うん、無駄に谷氏のことを考えて <laughs> <駄に S 2> その時間他に何かできたことができない状態になってしまいますこれはもうわざわ障害連勝 <laughs> 触りです連勝です <laughs> はいはい、まだまだありますんでこちら、あのー、延長戦の方で、えー、続き YouTube の方で続きやりたいと思いますのでそこで、あのー、よかった人にはステッカー差し上げますんで、えー、よかったら YouTube を聴いてください以上「これって霊賞ですか事故物件ですか?」でした「松原谷志の生きる」。 この番組は医療法人社団霊評会塩風メモリークリニックの提供でお送りしましたいいお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 い始まりのなんか、えー、<laughs> いっぱい不思議な <laughs> じ不思議なジングルが流れましたけれどもこれは放送に乗るんでしょうかね、えー はいカットカットするみたいですのでこれを聞いてる人は何のことか分からないかもしれないです、はい、収録ではちょっと変な音が流れてますけどオンエアでは流れてませんはい <laughs> オンエアでは流れてませんので、はいえー、安心してください。うん、さあそれでは来週の告知させてください来週は、えー、2月13日放送分なんですけどもこちらも収録になります収録がですね2月9日水曜日夜19時半から19時半皆さん 覚えておいてください夜19時半ですはい、はい、収録しますそしてこの回ではバレンタイン直前ということで特別企画を行います<ー>題して松原谷のバレンタインといえば好きな人に思いを伝えるという人もいるんじゃないでしょうかということで私松原谷氏と電話をつないでまああなたにとって、えー、叶わない恋の相手<ー>、えー、その相手がどんな人かを詳しく、えー、書いてもらいましてですね<ー>僕にその僕をその人と思って告白してもらいます 最悪僕でもいいです僕に告白してくれるかなわない恋の相手でも恋が断ち切れこの思いが断ち切れないどうしたらいいか分からないかとりあえず当たってくだける告白はしたいけどできない代わりにタニシさんにその人に代わってもらって告白してもらいますただし僕はその告白に対して必ず振ります <laughs> という企画でございます。振られるんです。はい。えー、<う>しかもこれ生電話、<あ>生電話というか収録の生電話になりますので。いいでね、電話か。はい。僕に告白したいという人はメッセージに電話番号と僕にどんな告白、あ、僕にというかその金髪の相手相手にどんな告白をしたいかメッセージで書いてご応募ください。うんえー、メールの宛先は i k i r u at mark j o c r dot j p。生きる at mark j o c r dot j p。またはこの番組のツイッターアカウントに D M してください。さあ。 来週も来週はもうこれ結構やりますんではいどんどん送って言われましょう電話は嫌や,やったらメールだけでも構いません、うん、ぜひ送ってください松原大臣のフルお待ちしておりますということで、えー、延長戦あります松原大臣の生きるは続く 延延長延長戦戦ました軽やかだったでしょいやーすごいよかったですねあの,の23分55秒、はい、でも変なジングル入ったから、はい、変なジングル入ったから結局ちょっと舞くんかなあ<ー>、はい、まあでもそんなに23秒、うん、まあ23星7位が長くなる感じなのかな、うん、はい、うん、ただもういろいろ考えて。 55秒で終わったバージョンもできるようにと考えてやってたんですね考えがですねこれが優意識ですよ優意識なんや優しい優意識優意識はそういう意味じゃないんでしょうけどねいっぱいいっぱい付箋貼ってあるわあこれもお父さんなんですねこれもはいヨ門モ門がただ心だけが存在する優意識思想は仏教でありながら科学哲学宗教の三面を兼ね備えた世界に通用する普遍的な思想であるすごいなすごいんですよ でも今僕五行五行にははい、はい五行思想に今これなんかでもこれもうややこしいね五行思想へえ<ー>こっからさらに陰陽五行思想になってくるともう,もうこれ倍になるから表裏あるから <laughs> でそっからあと何なんかさらにいっぱい足されていって小小読みができるんですよあ小読みねでそうかあれ何でしたっけわわたせると当たるも八景当たらんのも八景の八景八景 けけってか8かけ、はいいあれどういうことなんや,ろいやもう説明できへんあれ88 <laughs> 個何かあるってことですかなんかむっちゃややこしいねなんか竹串みたいな,なんかなんかはいむっちゃくちゃややこしい、えー、あの行ったんですよ「お前ら行くな」ってる番組で、はいえー、安倍の生命を探る旅してでその陰陽師の、うん、陰陽師は本当はあのあの超能力使うっていうところよりも言うたらあ天体を読むっていうあ へー部分が強くて天体とかあとまあまあそこから占い的な感じになっていくんですけどその疫学っていうのかな僕はあんまちょっとちゃんと理解できてないんであの全部言えないですけれども、うん、それのもっと前の前の前の段階が「うん、木」「火」「土」「金」「水」の5行、うん、でこれ多分ね YouTube のコメント欄にね 詳しい人がブーブーって書いてくれるわ。あれ、たまにでも、あの説明、あの説明、あの興味ある時は助かるからね。めっちゃ詳しく書いてくれてる。そうですね。はいはい。一つ飛ばしは面白いですね。一つ飛ばして。だから、別っぴさん、別っぴさん、一つ飛ばして、別っぴさんの、も、も、もっと前からあるわけですよ。なんか思いつい、誰か思いついた時、よっしゃって思ったんでしょうね、なんか。え、想像したら、なんか一つ飛ばし。 あ、1つ飛ばしたら星になるうわっよっしゃえの見つけたっていうなんかそこを想像しちゃってなんかこれを作った人の木えでも木と火は何だうなでも1個飛ばしてる木土が木をつくえっいけるぞいけるぞいけるぞ最後までいけるかみたいないけたなこれ金でできたもので木を切るあできた星星星なる 綺麗合ったー<え>みたいな <laughs> まあ分かんないですけどそういやそうだろうねうんそれがあれなんですね五ぼ星なんですよね確かごぼは星知らんであんま詳しいないからうん、まあね分かんないですけど興味なかったものをぜ難しすぎて興味なかったものを入り口をに興味を示せた瞬間まだちょっと楽しいやうん今そこです、うんうん、そっからもう 次、なんかギターで F のコードめんどくさってなって諦めるところにすぐなっちゃうかもですけど。はいはい、はい、<laughs> ええー、でもこう調べ出すとやっぱりどんどん。これはもう要ですね。ああそうの。ええー。洋文のあれじゃないですかね。うん。どうしましょう。霊証読しましょうか。読みますか。はい。はい。じゃあ霊証ですかの続きを読みます。一本釣り家族さんからいただきました。はい。 先日コンビニの雑誌コーナーで愛読の漫画雑誌が目に留まりました、うん、新しい豪華忘れるとこやったと購入し家に帰って読んでいました、はい、不思議なことに漫画の展開が手に取るようにわかるのです<う>次こうなるんじゃおお思った通り、うん、何これエスパーの才能が開花したの、うん、覚醒しちゃった、うん、と興奮しながら部屋の隅を見ると今日買ったものと同じ号数の漫画雑誌がありました <laughs> 同じ雑誌を2回買ってたんかいそら話の展開も分かるわ1回読んでるやんか、うん、情けなくなって泣きましたいくら合併語とはいえ谷さんこれって霊笑ですかうっかりですかカレーですかこれはもう大門テイク2ですね大門テイク2大門 <laughs> <laughs> テイク 2, 2> あれ大門ってかエンブレムって言ですエンブレムテイク2はい何な,、あのー、なんですかそれ あの、あのー、ヤクザの漫画ですよね確かねあへえ「ビーバップハイスクール」の書いてる人の兄弟の人やったかな書いてるちゃうか間違ってたごめんなさい、はい、木内なんとかさんが書いてたと思うけどあの一、ー、回確かねし死んでもう一回人生やり直したやんかあへえだからこの先何が起こるか分かんねん その主人公はね、悪党だったかな。主人公はだから次この組とこの組が交争するからそこなる前にここ断ち切っといたらあのああそうか未来変えれるという未来変れるっいう風にはいターミヤクザ版のターミネーターみたいな話なんですけれどもそれですそれ一回勝って死んでます死んでます家族さんははいで生まれ あまり変わってるから2二回目の人生いやその日でその日でジャンプ出た日でその割にその漫画の話しかわからないですかね、うん、なんか割に合わなくないですか他のこととか分かったりしないですか、ね、<laughs> それかもうこれをちょっともう現実を言うと本当恐ろしいんですけど <laughs>、はい、えー、あれ あのー、認知症の初期段前段階ですね <laughs> 急に、はい、急にそういう話えっとね何だいうか MCMCMCI MC やったかな MCI はい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 健忘型 MCI ですそれはああでもまあそういうことも確かにありそうですけど、はい、まあ一本釣り家族さんは違うんじゃないですかねこれは、うん、でも、あのー、可能性をうん あのー、可能性って広がってしまうから良、はい、くも悪くも、うん、その可能性を止めたいな断ち切りたいなら食おお食事野菜果物 <laughs> <ー>魚 バランスの取れた食生活食生活規則正しい食生活適度な運動適度な運動週3回まあまあジョギング全てはそれにつながりますけどはいはいストレスを溜め込まないであの MCI やったかなを抑えることはできるんでえ一本釣り家族さん MCI は治りますうん 認知症は速度を緩めることはできるんですけれども元には戻りにくい戻らないはずなんで確かああそうかはい、はい、ですよね南先生 <laughs> 聞いてるかな <laughs> 聞いてるかな南先生認知症専門医療潮風 <laughs> メモリークリニックですね、えー、だからもう来世の話か、うんえー、認知症の前段階の話かのどっちかですね、はい、だから霊障ではないです <laughs> 冷笑ではない。はい。そうか、そうなんですね。はい。はい。美味しい、えー、健康に気をつけてください。うん。はいこ。あ、それじゃあ行きましょうか。かええー、来ました。乱獲処理係さんからいただきました。来ましたね。去年の年末、私は森で、うん、風天のトさんを吹く動画を撮っていました。<laughs> 今年は虎年ですし、ね、私自身も虎年で年男なので虎にまつわることをすれば縁起がいいかなと思い虎<は>さんのテーマを選びましたはは、はい、なのですが実はその時ちょっとしたアクシデントがありました、うん、いざ動画を撮ろうとしたその時ものすごい勢いで散歩中の柴犬に吠えられたのです、うん 私自身は犬好きなのですが、はあ、犬からすると私とは相性が良くないのかななどと思い、はあ、動画撮影を終えて家に帰りました、はあ、その数日後のことです、はい、初詣の意味も込めて、うん、私は少し遠出をして前から行ってみたかったとある神社にお参りに行きました、うん、その道の途中歩いていると、うん、とある動物霊園の看板が目に入ったんです 私の目的地は神社なので当然その前を素通りして歩きました、うん、なのですが数十メートル過ぎた辺りでどうしてもその動物霊園が気になってきたのです<う>結局私は来た道を引き返して、うん、その動物霊園に立ち寄ることにしました、うん 動物霊園に行ってみるとそこにはすごく爽やかな空気が流れていました<う>愛されて亡くなった動物たちだからこんな空気なのかななどと一人で考えておりました、うん、そんな爽やかな気持ちでお墓を見て回っていたのですがその時ですお墓には飼い主さんの名前も書いてあるのですがその名前の中に明らかに見覚えのあるものがあったんです、うん、そのお墓にはなんと かけふけ愛犬の墓かけふまさと書いてあったんですそうなんですそこは阪神タイガース優勝の時の4番であるかけさんの愛犬のお墓だったんです 寅年の年明けに虎年の私がミスター・タイガースの愛犬のお墓と巡り会えるなんてこんな縁起のいいことがあるでしょうかと一瞬大喜びしたのですがよくよく考えるとここはお墓なんですなおかつ私は年末に虎さんを吹いてこっぴどく芝居のに吠えられています私がこのお墓に来て本当に良かったのでしょうかこれって縁起いいんでしょうか悪いんでしょうか これって霊障ですかヨバンサードカケですか <laughs> ヨバンサードカケやろそれは <laughs> まあま,まさに名前書いてあったし <laughs> それはヨバンサードカケさんの犬のお墓やと思いますよ、はいはい、ちゃんと写真もつけてくれてる、はいる確かに書いてある <laughs> ほんまやなすごいですねたまたま、えー、いや絶対え そうでしょうねこれはおかけふまさゆきやもんねはいちゃんと書いてますもんねかけふさんでしょうねうん犬飼ってたんや愛犬 <laughs> いや立派なお墓ですよこれうんかきふき愛犬の墓かへー <laughs> <laughs> たまたまあー すごいな横の墓は、えー、もう犬の名前書かれててあ、そうか、犬の名前もなん<れ>、えー、やろな、これ縁起いいのか悪いのかうんはい <laughs> あ<の> <laughs> まあ、悪いってことはないような感じはしますけどそうやね、いいんですよこでも <laughs> トラトラトラ、あ、トラトラトラですよねトラ年の乱角処理係さんがトラ、トラさんを吹いて、うん でミスタータイガース虎虎虎虎ではありますよね虎虎虎だからここに柴犬が出てきますよね、はい、年末柴犬に怒られたで、うんえー、犬の墓だった、うん、犬が出てくる、うん、でも柴犬も、うん、まあ,じゃあ柿生さんの愛犬が柴犬かどうかわからないんであれなんですけど、はい、その年末に出会った柴犬は柴、うん、犬じゃなくて柴又じゃないかなって思ったんです お柴又、はい、葛飾柴又寅さんや <laughs> 出たつながったこれね「犬」「犬」という字はこう,こう書くでしょはいまあこれ細い字なんでこれちょっとねわからないかもですけど「犬」ってこう書くじゃないですか、はい、犬のちょっとずらしていくと、うん、<laughs> こうなるんですよねああ <laughs> わかります こうなるんですス、ねね、みたいになるんですよねはいタカナのでこの点が移動すると、うん、移動移動してここに来ると <laughs> はいああはいはい <laughs> またになるはいはいまたね <laughs> 芝 <laughs> 芝またまたなってますはい <laughs> 芝またじ <laughs> いやまあ <laughs> <laughs> いいですけどま又はいはい、はい、葛飾ま又うんでもちゃうん、ね、でもほもかにも説があって卵殻処理係さんって卵じゃないですか卵の殻じゃないですかはいってことは鳥でしょ鳥で虎年うん虎年ですよね今年はいで鳥年もありますよねあります鳥どんな字やったかなちょっと忘れたけど、うん あ,あそうかあの鳥じゃないやつかなんか鳥あるじゃないですか犬も犬年ってありますよねありますね犬もなんかこんなん、うん、犬年あります、ね、あります虎鳥犬が今3つあるわけですよ<う>でちょっと待ってえー、っと調べよう十二、はい、子って十二、はい、子十二子ってどの順番やったかな ウシ、えーね、トラウ,ウタツミ<に>なんていうのこれウシ、ね、トラウタツミウマヒツジウマツミ犬あ鳥はこの西みたいな字か、うん、あはいはいはい鳥の次が犬かうんあかん全然離れてんな <laughs> あ,あれうまいこといかないですか ええー、ーーじゅうに、えーえねえ、牛トラあトラはだからあれですよね鬼門のところですよね確か牛三つ時のうんうんうん牛トラのとこですよねたう,タツうねミーたつみーうん馬羊猿鳥犬猪と で、こうなるわけですよ、12C。はい、見えるかなボー<の>ルペン細いからあれかもですけど。もうちょっと近づけますか。はい。こうでしょう、はい、はい。これを、これをですよ、虎、はい、と犬と鳥をつなぐと、うん、<laughs> つ,なつないだ、おつなぐと、なんや。 何やこれ何か何すかそれ <laughs> 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 何やこれ <laughs> 細,細い三角細いなのくちばしみた <laughs> <え> <laughs> いなんすかくちばしえっああつば帽子のつばやああ 帽子のつばでやったらどうなんすか野球野ああいや、まあ、け頑張ったな頑張ったなかけぐやいやじゃあつながるな普通。頑張ったなこれもだいぶ頑張ったけどこれも五も行五行五行説がこう総刻、えー、<ー>や <laughs> 創世総国や <laughs>、はい、よし次行こう次次いきますか何 <laughs> なんやこれはえっとあこれで以上かなああと一個だけあるんですけど、はい、さっきもお読みしたプメヤハナさんがもう一つこれツイッターのあれですね、うん、ツイートの方であーー多分つぶやいてくれててはいはい それを読みますねマッパで深夜寝てたら玄関開いてギャーってなったことあるけど、うん、あれ誰か部屋間違ったんだと思うんだけどね影かか鍵を開けっぱなしだったの、うん、よく玄関が風で開くんだけど友人の1人はゴーストゴーストって開くたびに言うんだけどこれって霊障ですか風ですか鍵閉め忘れってことですかえ ゴーストゴーストって開くんゴゴーーススト、ゴーストって,開くってこといやなんかその友達は例<あ>じゃないかって言いながら開くってことですよねだからここは実行物件なのかなとかもつぶやいてありますけどなんで 鍵閉め忘れてでも勝手に開くのってかどんなとこ住んでんの梅花さんそうですねそれで谷氏に恋してるわけでしょあとマッパで深夜寝てたらっていうどういうもういろいろいろ重なるよななんやこれは勝手に開いちゃうこれはねえあれちゃうかなあのマッパでしょマッパ マッパで寝てるのはもう意識の中の世界やと思うんですよ。はい、だ本当は寝巻ききてるんだと思うその意識の中でも自分もツルンツルンになるから、はいま、マッパで。うん、で <laughs> ドアが開く入り口だからそこはもう明快なのか何かの入り口なんやと思いますよ。 そんかそこれはねもしかしたらですけどこれ全然間違ってるかもですけど、はい、間違ってたら怒られると思いますけど、はい、ああら屋敷の中に入ってるんじゃないかなあら屋敷あら、はい、屋敷の中に入ってるような気がするな <laughs> あそこに書いてあるんですあら、はい、屋敷有 <laughs> 意識にあら屋敷についてあら屋敷な,なんて字書くんですかあら屋敷って何あああの安倍 安倍晋之助のア「あ<ー>」に頼るでラ「ら」「頼る」うん「ぶらいのライ」「ら」ねで「や」はえー、あの「や」なんて言うんだろう「まやさんのや」かなああありますね四季は意識の四季ねでこれは荒屋敷へえ<ー>真相の世界なんだな荒屋敷はあ六四季がだからあれですね確か間違ってるかもしれないけどなんか目の 視覚とか聴覚とか感覚の話だと思うけど荒屋敷結構無意識の荒屋敷の中の話じゃないかなでもこれ絶対間違ってる可能性の方が高いからちょっとこれは諦めます諦めた、はい、<laughs> 諦めました、ね、諦めましたはいおいおい、うん、うんそうかもうスタジオで出なあかんでね,んねそうですねえーまあ、これだけ読ませてください、はいえー、うどんのどんさん 現在オランダに住んでいる私ですが先日知り合いの紹介で日本の方と食事に行くことになりましたレストランにてふと話の流れで「お化けって信じますか私は絶対いると思います」と言われました私は「じゃあトシボーイズとか好きですか?」とジャブを打ってみました、うん、相手は「知ってますよけど松原谷さんの方が好きですねお」私は驚きすぎて店内に店中に聞こえる声で「えっ!」って言ってしまいました <laughs> そこで私は谷さんのラジオを聞いていることを伝えました、うん、で すると相手彼女はね「ラジオって生きるですか?」隠れタニスタン発見の瞬間でしてまさかオランダにいらっしゃるとは最後にお互いのツイッターを教え合ったのですが彼女は私のアカウントを見つけると「うどんのどんさんじゃないですか?」「マジか知ってる」なんと私を知ってくれていたのです別れの挨拶は「今日はうどんのどんさんにお会いできて嬉しかったです」とオフ会みたいになってしまいました「タニスオランダに生きるリスナーは2名います」おおすごい これはすぐね、オランダに二人おんねんで生きるリスク。<laughs> なんか言いたいですよね。世界にオランダに二人いるって言,言いたくなりますよね。言いたいよな。<laughs> 隠れたニシタンが。へえすごい。オランダってえキリシタン、キリシタンオランダじゃないか。えオランダか。オランダもあんのかな。うんうんうん、お二人おんねん。んすごい話やな。守らなければ。<laughs> そうですか。ああ回回収の魔の手から。 <laughs> 島,に島に流されて、うん、拷問させられて、キリスト教を回収させられるかのように、タ,タニシタンを踏め、タニシを踏め。て踏み絵。させられるのを嫌だって言って、拷問されるのを守らなければ。<laughs> 彼女たちを。そんな扱いなんですかタニシって これタニさんがありがとうございます。えすごい。えー、もう一つごめんなさい。ももちもいさん、ええー、さん、ヒョウドさん、シスコタニさんとのお礼参りの終えたお守り、おおれ、えー、お札たちが手元に戻ってきました。あ,ありがとうございますと。ええさんの生きることは叶ったので、えー、あとはこれからの楽しみにこれから楽しみに行きますねということでございますのでね。うん

えー、谷氏に振られたい方でね振られるますからね、はい、絶対谷氏に振られたいでもいいし自分が好きな相手にを谷氏にニシに好きな相手を投影して告白したいという方もその人になりきって振ってくれる振ります,おすごい確実に振りますんでそして前に進みましょう <laughs> 皆さんね、うん、えー、ぜひとも生きるはとまく JOCR.JP もしくは DM に送ってください待ってます生きる終わり